皆さんこんにちは、三輪エリカとハイザム先生のアラビア語エジプト語講座のお時間です。はいはいはい。あの今これ動画撮る前に何の話にしようかって話し始めるんですけど、それ自体が面白いのでちょっと話してみたいと思います。はい。あの行くっていう、さこの間 want やったから、はい、まあ、基本動詞で go やったらどうかなと思ったんですが、はい、私英語で使ってると I go っていう言い方あんまりしない。 Let's go はもちろん言うけど、うん、Let's go はやらやらやら、はいはい、それは使うんだけど、私はどこそこに行ってましたっていう I have been とか、その時お店に行ってました I went shopping とかっていう言い方はするけど、まあ、go っていう単語を現在形で使うのってあんまりないなと思ってて、はい、エジプト語はどうなんですか？そうですね、まずね、説明が長いです、うんうん、動詞のことですね、はいはい、ちょっと待ってください。あ、メガネかけた先生になりましたよ、はい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 、先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はじゃあ動詞についてしっかりお勉強したいと思います。はい、はい、お願いします。はい、まずアラビア語の動詞は、うん、誰が話してるか、うん、そして誰について話してるかによって動詞が自体が変わります。つまり語ですね、はい、さっき Go で Go っていう言葉ですね、うん、私は行きます、うん、はい、アルハアルハいや、アルハ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 、そう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 、アルハですね。アルハ、じゃあエリカさん、うん、エリカさんじゃありません。私はエリカさんについて話しています。うんうん、トゥーハトゥーハテウーハアルハ、まだアルハトゥーハテウーハうわ、私が苦手だから。ルハ。そうそう。で、ルハ。うん。で、で、うわ。ルハ。そうそうそう。手は何？で、で、私は今、うん、相手、うん、女性の相手について話してるっていうことを教えらせています。Oh my god。そう。で、ルハ。うん。で、私？うん、私に自分について話してるっていうことを教えたいとき、うん、あ、うわ、あるそう、そのあですね。はー、英語で言うとどうなんの？英語で考えると、うん、I go、うん、she go、うん、あはははは、はい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 ですね、うん、わかった、はい、I go がてるは？そうですね。You go が？て、え？ You、え、I go？ うん。あるは。ある。You go？ うん。てるは。てるは。そう。He？ He？ Go？ うん。You？ You？ You ら？ ye？ You？ ye？ る。そう。You？ わかった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 。はいはいはい。そう。あと、うん、C ですね。うん。また、トゥーハ。トゥーハ。そう。トゥーハ。は、わかりました。フランス語みたいに、ヌ、ジェ、ジャヴィ、なんだっけ。あ、もうフランス語忘れちゃった。ヌザボン、ヌザベ、なんとかかんとかっていう風になっていくような感じで、こう変化していくんです。そうそうそう、うん、動詞自体が変わる。ああ、わかりました。これはちょっと複雑ですね。難しいです、うん、これはちょっ と、この1分間もう4分も経ってるけど1分間講座ではなかなか難しいですね。うんうん、うん、そうです。だからなんかちょっと使えそうな例文を考えてまたやってみましょう。はいはい、じゃあまた難しいっていうかフランス語とかドイツ語みたいに認証によって動詞が全部変わるからに最初の認証をつけなくてもその動詞からスタートすれば誰が何の話をしているかが分かる。そうですね。誰が主語なのかが分かる、はい、っていうことはね。じゃあ、はい、難しいという言葉が出ましたから次は難しいも簡単できますね。あ、難しいという言葉も、ね、難しいっていう言葉、はい、今回は長いですから次にしましょう。はい、バイバイ。